どうも陶芸家の青木太です今日はねあの両太置きポッタリいろんな器を作ってるんですけど品質基準っていうのがあるんですよそれを今回ご紹介させてもらいたいと思いますまず、まあ、一番代表的なこのマグカップたちなんですけど今日はこのマグカップを使って品質基準をご紹介したいと思います品質基準いろいろ人によっていろいろあるんですけど、まあ、自分のコンセプト、まあ、信念というんですけどまず B 品 ちょっと失敗してるちょっと曲がってるとかななななんかなんかかもう自分が良くないと思ったののは絶対に世の中に世中残さいでかというと、まあ、昔の作家さんの展覧会とか美術館とかで見に行ったら例えばまあルーシー・リー・パイセン大好きなルーシー・リーさんの作品すごいかっこいいんですよ全部が。なのに展覧会に行ったらえこんなダサいのも作っちゃってたのとか。 本には載ってないですよそういうのでそういうのいくつか見たりとかしたら結構やっぱ幻滅しちゃうんですよね。でそういうのを先輩方の見てて B 品って残しちゃいけないなと思う結構最初の頃に気づいてだからちょっとでも B 品が出たら全部捨てます。もう価値はあります。もうほんと陶芸家のスタイルパシンパシンって。じゃないと B 品だからまあ安く売ろうかとか B 品だから友達にあげようか とかは絶対やらないです友達にあげるんだったらいいものをちゃんとあげるだからもうそういうのはやらないですねな,なんでかというとまあ自分が死んでから青木さんこういういっぱい作品かっこいいの作ったけどこんなダサいのもあるのっても絶対思われたくないなぜかというと陶芸っていうのは普通に1000年2000年こういうのは軽く残っちゃうんですよ焼き物はなのでそれを徹底してデビューしてからずっと徹底してやってますじゃあ今回マグカップを使ってのどこが こだわってるかっていうのを説明していきます。これ。これ実は取っ手がすごく曲がってる。これわかるかなこれ。ちょっと曲がってるんだよね。まっすぐついてない。これもそう。写真に載っけるけど。で、このマグカップたちは本当に綺麗に作りたいので、もうずれずにピシッと作っています。まずこれ一つ目。曲がってるから B 品になったやつら。こいつらもう勝ち割られます。次面白いのがね、 これがあの自分の理想とする正しい、うん、場所のつけ方今から説明する2番目はその取っ手のズレ。上下のズレですねさっきのはこう曲がりけどやっぱり人の手で作るからなんだけどやっぱり一個一個こう取っ手の上下のこのズレがあるともう全く別の作品になっちゃうからこれとかもうちょっと正しいやつ見てみようか。 1> 爪1個分ぐらいいしかないこれ指半分ぐらいあるこっちのが正しいほんとちょっとしたズレでねもうかっこよさがね全然変わってくるあなたのファッションに例えるとズボンあるじゃんズボンみんなこうはいた時に買った時に裾カットするじゃんあれ1ミリでもズレたらかっこ悪いじゃんあれと一緒の感覚ほんとにそれくらいこだわって作んないとよくないなこういうちょっと間違ったやつもこれも破壊しますじゃーん次はねこう ま当たり前当たり前すぎるけど、この切れこう切れてるんですよ。ここ実は切れたりとか。取っ手の付け根こう取っ手の付け,付け根が割れてたりするんですよ。部分的に本当にマレーにあるんですけど、これは取っ手を付ける時にちょっと乾燥が早かったりとか。取っ手とボディの乾燥度合いが違った時にくっつけたら必ずこう外れます。あと、この切れっていうのは何でできるかというと、もう完全にこの切れ方はもう。 素焼きの時点でちょっと多分どっか当たったんでしょうねもうピッてクラック入っちゃってそれで焼いてその時は気づかないんですよ見えないからそれでこうやって切れができますこれももちろんこんなに出せませんこれも捨てますじゃあ次に釉薬釉薬が剥がれています剥がれるってどういう意味ってこれもねちょっとこういう指輪とこれなんてもうすごいちっちゃいよ全然見えないかもしれないこの底の部分が剥がれていますこれ釉薬自分の理想ではこれ全部ピシッ 綺麗に釉薬が塗られたいわけなんですよ。けどこういうちっちゃいハゲ、これくらいいいじゃんってみんな思うかもしれないけど、これも全部捨てます。もったいないですけどね。けど仕方がないです。だけどほとんど100%、作家さんと言わないかな、工場の人もそうかもしれないけど、こういうのはオッケーにするんですよ。けどこれオッケーにするともう全ての品質が落ちるので、これなんてひどいですよね。結構白い部分が見えてる。生地が見えてる。 和っだったら別にいいですよこれ味になるんで指のあとわざとつけてるんで,でこういう洋食器というかパチッとした作品ではこういうのは本当に良くないのでこれも割ります。 例えばそのマシコ陶器市なんとかクラフトフェアとかなんとか焼き物祭りっていうのはみんなこういうのを安く売ってるんですよ。B、品と言います私はそういうとこ出た,出たとしても安くは売らない普通の値段でちゃんと普通にいいものを売ります。こういう、B、品はね本当は破壊した方がいいやっぱみんなせっかく作ったからもったいないしって言って安く売っちゃうんだけどそれ後々自分たちの首を絞めることになるんでやめた方がいいと推奨したいです。 大体大きく分けて取っ手の曲がり取っ手のズレあとはもう普通に一瞬で分かるのが切れたりとか取っ手がついてなかったりで最後はこのまあ釉薬の剥がれこの大きく4つがあるでそれよりももっとまあこれだけでは普通ダメなんですけどたまにあるんですよねこの陶芸って下土見えてるじゃん焼き上がったら実はザラザラしてるんですよ焼き物って。なので自分たちが何をするかというとこの砥石というこの石を使って。 こうしっかりと持ってやりますよ時間的にはガーってやるとつるつるになるんですよたまにこれがザラザラの場合これも良くないこれだともうテーブルがね傷ついちゃうんでねおなんかがザラザラしてるとうちは機械を使ったりしちゃってまですねウィーンってやってでやったりしてきれいにしてます、まあ、これはもう問題外の話なんですけどたまにそういうのもあったりしたらちょっと注意してくださいはいではこんな感じで今回はマグカップを 例えにしてうちのこのんだろう作品の基準を伝えさせてもらいましたなかなかここまでこだわってやってる人は、ね、いないと思うみんななんかやっぱ売りたいじゃん売りたいしせっかく作ったのにって言ってそうやって売ってっちゃったら良くないと思うだからこれ見てる作家さんとかいたらちょっと意識してやってみてほしいなもう結局そういうのほど残るからなので自分はもうデビューからずっとそれを 徹底してやってますでは皆さんまたタオツー楽しんでくださいありがとうございましたタオツータオツー